コミュニケーション。本日は名古屋港水族館にお越しいただきまして誠にありがとうございます。簡単にではありますが、まずはですね、この水槽の説明をさせていただきたいと思います。この水槽の名前はですね、サンゴ礁大水槽といいまして、モチーフはオーストラリアのグレートバリアリーフです。中で飼われている魚たちもですね、すべてグレートバリアリーフで見ることができます。魚たち、種類でいうと200匹以上、数でいうと3000匹以上のたくさんの魚がこの水槽の中で暮らしています。それではですね、早速ですがダイバーをお呼びしてみましょう。ダイバーさん、聞こえますか？皆さん、こんにちは。ちょっとすごい。はい、ダイバーさんが来てくださいました。ということでですね、モニターに自分が映っていることがご確認できるかと思います。はい、水槽の中からも皆さんの姿はっきりと。魚の紹介をお願いしてもよろしいですか？はい、わかりました。それではですね、まず最初にこちら、ちょうど私の目の前に緑色の大きな魚がやってきましたので、こちらを紹介したいと思います。はい、モニターにはですね、非常に大きくてですね、緑色の綺麗な魚が映っていますが、名前を何と言うんですか？はい、こちらはメガネモチの魚という魚です。はい、モニターに映っている大きな魚、名前をメガネモチの魚と言います。ダイバーさん、メガネモチの魚なんですけども、よくですね、他の名前で呼ばれていることがあるようですが、何という名前ですか？はい、このメガネモチの魚はですね、ナポレオンフィッシュという愛称で皆様から呼ばれている魚でもあります。そっちの名前知らなかったな。はい、このメガネモチの魚ですが、お客様からはですね、よくナポレオンフィッシュという愛称で呼ばれています。なぜナポレオンという名前がついたのでしょうか？はい、それはですね、このおでこの部分に秘密があります。ナポレオンフィッシュは大きく成長すると、このおでこの部分が前の方にどんどんコブのように突き出してきます。この突き出したおでこの様子がフランスの皇帝ナポレオンのかぶっていた帽子のシルエットと似ていることから、メガネ持ちの魚はナポレオンフィッシュと呼ばれるようになりました。はい、ただいまですね、モニターで大きく映されているメガネ持ちの魚のおでこ、こちらですね、成長するに従って大きくせり出してきます。その時のシルエットがですね、フランスの皇帝ナポレオンがかぶっていた帽子に似ているということから、ナポレオンフィッシュと呼ばれるようになりました。はい、こちらの水槽ではですね、このナポレオンフィッシュ、ニシンやサバなど魚の切り身を餌として与えております。はい、とても大きな体のナポレオンフィッシュ。それでは次の魚をお願いできますか？モニターにはですね、ぐるぐると渦を巻いて群れている魚が映っています。名前は何というんですか？はい、こちらはグルクマという魚で、グルクマ、よく見ていただくと何匹かがまるで鯉のぼりのように大きな口を開けながら泳いでいるのをお分かりいただけますか？はい、モニターのグルクマを見ていただくですね、いただきますと、皆さんの頭上にあるこいのぼりのようにまるで大きく口を開けながら泳いでいる様子が見られるかと思いますが、これは一体何なんでしょうか？めっちゃ口開けてる。はい、